満点いいもの発見隊、今泉さんです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。このコーナーでは月に1回全国に誇る、そして全国に広めていきたい一品、青森のいいものをご紹介しています。はい、今日はお米です。お米、はい、お米普段食べてますか？普段食べてます。いろんな銘柄をまんべんなく食べますけども、どれも美味しいなっていう印象ですね。県産米ですか？県産米、はい。あ、なるほど。平さんはどうですか？私もお米結構好きで、青森の、晴れ渡り晴天の霹靂だったり、はい、あと地元山形も結構 米どころなので、つや、ね、姫もよく食べますね。あ、なるほど、なるほど、はい。私も普段は晴天の霹靂食べてるんですが、はい、で今日ご紹介するのはですね、その県産米ももちろんなんですが、青森のお店で県外のお米も出てきます。はい、ということでこちらご覧ください。はい、三沢市に来ています。三沢はアメリカ軍の基地がある町ということで、このモニュメントも英語ですね。今日はそんな三沢からいいものをご紹介します。米クート三沢店。こちらは三沢市にあるペボラが運営するお米を中心とした食料品やキッチン雑貨などを販売するお店です。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。後ろの壁のところにペットボトルに入ったお米ですよね。ずらーっと並んでるんですが、全部で何種類あるんですか？はい、現在約50種類ほど、日本全国のお米を取り扱っております。商品の名前がペボラって言うんですけども、ペットボトルライスの略でペボラというふうに、商品名も会社名もつけております。さあ、そんなペボラからのいいものとは一体何でしょうか？はい、こちら、ありがとうを込めて3本セットになります。中身は青森県を代表する晴天の霹靂と富山県のふふふ、そして新潟県のしんのすけが入ったセットになっております。お米の食べ比べって初めてですね。あ、本当ですか。考えたら、はい、じゃあいつも食べている晴天の霹靂からちょっと食べてみようかな。甘さが柔らかですよね、晴天の霹靂って。あ、そうですね、はい、これはいつもの味です。いつもの味、はいはい。じゃあ新之助、新潟のお米。新潟です、はいはい、じゃあ食べてみます。あ、甘い。それは正解だと思います。正解ですか？はい、はい。あ、へえ、こんなに違うんだお米の味。ふふふ、はい、富山のお米、はい、食べてみます。よいしょ。甘さは晴天の霹靂とあんまり変わらないですけど、食感というか、はい、ややもちっとしてる感じがします。あ、はい、正解ですね。お米こんなに違うんだっていう、3種類セットでプレゼントする意味がありますね。そうですね。あ、はい、面白い、面白い、はい、でどれも美味しいです、はい。どうしてこのペボラというブランドを誕生させようと思ったんでしょうか？はい、ペボラという商品は、2015年から販売をしておりますけども、日本の中でですね、今、お米の消費が下がっていたりとかありますけども、ペボラは、まず日本にこんだけ種類のお米があるよっていうことと、スーパーとかいろんなところでお米は買えますけど、またちょっと新しい手の取り方というか、購入の仕方を考えようということで、こういう商品に行き着きました。ペボラを作る上で苦労したことはありますか？はい、まずは、お米そのものをきれいにペットボトルに充填するということ、あとは、さまざま全国からいろんな品種を取り寄せるということはかなり苦労しました。ありがとうを込めて3本セットってちょっと面白い名前ですけれども、はい、どうしてこの名前なんでしょうか？はい、結構贈り物としてお米をプレゼントするという方が多くて、ダジャレじゃないですけど、ありがとうを込めての込めてをちょっとお米にかけて送っても喜ばれる、あとは贈る側もこうワクワクするような、セットを作りたいということで、こういうネーミングをつけました。皆さんの大切な方へ、ありがとうを込めて3本セットをプレゼントしてみませんか？ぜひお試しください。はい、お米もこんな形でこうセットでプレゼントするとおしゃれですよね。そうですね、はい、嬉しい。でこの3種類の中から今日は、じゃあまず、千川さんは新潟県産のしんのすけ、はい、普段の県産米とちょっと比べてみてください。はい、いただきます。
うん、甘いですね。甘いですよね。甘い。噛んでるとどんどん甘さが出てくる。あ、うまいわ。いつも食べてるのと違います。違いますよね。違います違います。はい、じゃあ今度はタワレ屋さん富山県産のふふふ、はい、富山のと富という字を書いて3つ書いてふふふです。もう一粒一粒のなんか艶が違う感じがしますね、うん、いただきます。うんうん、うんうん、確かに弾力もちっとしてる感じが、うん、まあ、普段と食べてるお米に比べてある、うん、ありますね。で甘みとこの香りのバランスも良くて、うん、とっても美味しいです。結構食べたね、はい、一口がね。なかなかそのお米比べて食べたり、ましてやその県外のお米を比べて食べることはないので、このセット県内の方でも県外の方でも面白く食べてもらえると思うのと、ただお米が揃っているんじゃなくて、これお米マイスターがお店にいて、はい、厳選したお米なので贈り物にもいいし、なんかいただいたもののお返しなんかにもちょっといいですよね。いいと思います、ね、誰でも食べるものですからね。みんな喜ばれる、はい、食べ比べしてみたいです、はい、ということで、今日ご紹介したありがとうを込めて3本セットは Amazon 日本ストアで購入できます。 ATV ホームページ満点いいもの発見隊のページから簡単に商品ページにアクセスできます。またこのコーナーでは毎月5名様に Amazon ギフトカード1万円分をプレゼントします。詳しくは ATV ホームページ満点いいもの発見隊をご覧ください。これまでに紹介した商品の情報も掲載しています。これからもいいものをどんどん紹介していきます。お楽しみに。今泉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。